勢い翔太は、大阪府田野市出身で、伊勢の海部屋に所属した、元大相撲力士。本名は、東口翔太。身長194センチメートル、体重161キログラム。血液型は B 型。特異種は、右四つ、より。最高位は、西関分け。好物は寿司、焼肉。特に寿司ネタの中でも貝類やイカ、ウニを好むという。 いわゆる花の六一組の一人。現在は年寄り、かすが山。祖母や近所の住民などの大人に囲まれて、東口は幼少期を過ごしたといい、特に年配の人から可愛がられていた。自身が小学一年生の頃に両親が片野市内で寿司屋の手芸を改良し、接客などを見て学んだという。両親曰くこの頃から大人びていたといい。 接客や店の手伝いなどを見よう見真似で行っていた。実家の寿司屋は勢いにとっては非常にうまいようであり、2018年のこと県の相撲飯からお相撲さんは、食堂学を紹介した記事によると、実家の店の寿司こそ自分の寿司だと信じているので、東京の寿司屋にはほとんど足を運ばないという。小学3年生の時に相撲を未経験ながら、 地元のワンパク相撲の大会に出場して優勝。それをきっかけに、同学年で、隣接の寝屋川市出身の沢井豪太郎の父に、相撲に勧誘される。沢井と共に小学校時代から、片野市内にある相撲の古市道場に在籍。当時、沢井の父は、沢井の稽古相手を探しており、他の子供と比較して、体の大きい東口少年に目をつけた。東口少年は、 小児喘息を持病として持っていたため、両親は体が丈夫になることを期待して相撲を習わせたという。1日4時間の相撲の稽古を週4回行うことで健康状態が好転、さらに放課後から稽古の時間まで野球などの外遊びをするほど元気になった。運動が過ぎて病院で過労と診断されたこともあった。1996年の ワンパク相撲全国大会の小学4年生の部では、準優勝。小学5年生の頃に寿司屋の常連の紹介で11代、伊勢の海と出会っている。小学校時代と中学校時代は下校し、相撲道場に稽古に行く前に、必ず祖母がうどんを作ってくれ、東口はそれを平らげた。両親が商売をしていたので、小さい時はおじいちゃん、おばあちゃんに育ててもらった。 おばあちゃん子でした。帰る時間に毎日作っておいてくれる。このうどんを食べてから、回しとバスタオルを持って自転車で道場に行くんです。夏でも熱いうどんが嫌じゃなかったなぁと2017年に行われた日韓スポーツの演劇企画で10回している。高校は関西の相撲の名門である法徳学園を受験したが、不合格だったため、中学卒業後は、 実家の家業の手伝いをしており、兵庫県山ヶ崎市内で、一人暮らしのフリーター生活をした時期もあった。その中で、徐々に相撲をやりたいと思うようになったという。その頃に急成した祖母の葬儀に11代伊勢の海が、参列したことに心を動かされ、本腰を入れて、相撲に向き合おうと入門を志願。同学年らと揃って18歳の3月に、伊勢の海部屋に入門している。 2005年3月場所で初土俵を踏み、翌5月場所からは、勢いという四個名を名乗る。7月場所、東女二段122枚目で7戦全勝、優勝同点、決定戦負け。優勝は同期入門で、本名の中西健二で相撲を取っていた、大道健二。初土俵から約1年後の2006年5月場所には、早くも幕下に昇進し、 その場所では5勝2敗の好成績を挙げる。同年9月場所では初日から3連勝と好調。8日目に同じく3連勝のこと、冠優に張り手を交えて勝利し4連勝で、勝ち越しを決めたものの、取り組み後に、こと、冠優から顔面を殴られ、結果その後は3連敗と制裁を書いた。二千十年十一月場所では、自己最高位となる。 西幕下2枚目まで昇進したものの3勝4敗と負け越した。その後も幕下上位にしばらく在位を続け、番付を東幕下3枚目の位置で迎えた2011年9月場所において5勝2敗の好成績を挙げ、翌11月場所に新十両へ昇進した。漢字一文字の四個名を持つ力士としては1997年、 11月場所新十両の嵐以来、14年ぶりの関取となった。新十両となった2011年11月場所では、初日から8連勝で早々と勝ち越し、9日目に、千代嵐の曲げを掴んで、反則負けを喫した以外は13日目まで白星を重ね、14日目の時点で、初の十両優勝を決めた。新十両での優勝は2008年11月場所の、 小天狼以来のこととなった。東十両三枚目まで大きく番付を上げた翌2012年、1月場所でも7日目から8連勝して10勝5敗の高成績を上げ、翌3月場所において新入幕を果たした。漢字一文字の四個名を持つ力士としては、1990年9月場所に新入幕を果たした明けぼの以来、22年ぶりの幕内力士となった。 その3月場所では3日目の和歌の里戦20本の検証がかかるなどご当地力士としての人気ぶりを示したが黒星を喫して和歌の里に検証を勝ち取られる結果となった。これも含めて初日から5連敗を喫するなどして5勝10敗と振るわず、翌5月場所に十両へ陥落した。翌7月場所に再入幕を果たしたものの、 その7月場所でも7勝8敗と負け越して1場所で10両へ陥落した。翌9月場所では東10両筆頭の位置で11勝4敗の高成績を上げて優勝決定戦まで進出したが優勝決定戦では上皇流に敗れて優勝は逃した。翌11月場所に3回目の入幕を果たし9勝6敗の成績を上げて幕内では 自身初となる勝ち越しを決めた。以降は幕内に定着することとなる。2013年11月場所は11勝4敗の高成績を上げ、幕内で初の2桁勝利を挙げるとともに、初の3勝となる関東賞を受賞した。翌2014年1月場所は西前頭2枚目で6勝9敗と負け越したが、大関、こと正儀苦戦で初勝利。 2014年5月場所は2日目から、地震初となる9連勝を記録し、11勝4敗の高成績を上げ、2度目の関東賞を受賞した。翌、7月場所は、豪栄道と土地王山が関脇を維持した上に、網西と青山が小結びの地位を得た影響で、新三役を逃したが、東全島筆頭に据えられて最高位を、販売更新する。 西前頭5枚目の地位で迎えた9月場所は新鋭の一の城を破る活躍を見せた上で10勝5敗の好成績を残した。翌11月場所は新三役。大阪府からの新三役は2008年11月場所の後栄道以来戦後7人目。その11月場所では10日目に負け越しを確定させてしまったものの、 11日目から4連勝するなど、食い下がって、場所を6勝9敗で終えた。2015年1月場所は、中日の遠藤戦を除いて、白星を全く得られず1勝14敗と、大不振であったものの、翌、3月場所は8勝7敗の勝ち越しに預かり、続く5月場所は11日目に勝ち越し10勝5敗の、好成績。9月場所は11勝4敗。 11月場所は12勝3敗と連続して2桁勝利、関東賞を受賞。2016年1月場所はおよそ1年ぶりの三役である東小結びとして迎えたが、横綱、大関陣相手に1勝5敗と力の差を見せつけられ、結局5勝10敗でまたも一場所で平幕に落ちた。三月場所は東全頭四枚目で迎えたが、初日から七連勝と好調を維持、 そこから3連敗で優勝争いからは脱落したもののそこから白星を重ね、先週楽での勝利を条件に、自身5度目の関東省候補に上がったがこと勇気に、敗れ、10勝5敗の成績で、関東省は獲得できなかった。しかし3月場所は、関分け、小結び力士が全員負け越したため、続く5月場所では、新関分けとなった。五月場所は二日目に照ノ富士、 5日目に、各竜に勝つなど序盤は好調だったが、7日目から8、連敗と失速し、4勝11敗で三役陥落が、決まった。7月場所も調子が上がらず5勝を10敗だったが、9日目に、優勝争いの一角にいた白鵬を破って、金星を獲得した。9月場所は7日目まで5勝2敗と出だしが良かったが、10日から4連敗、そのまま千秋楽に、 黒星で7勝8敗。11月場所は、弟弟子の西木木に部屋頭の座を譲ることとなった。安国神社法の大相撲土俵入りする成績。安国神社法の大相撲税関の相手は、御嶽会館2017年1月場所は、西前頭3枚目の地位で土俵に上がり、この場所は、春馬富士と各竜の二横綱とこと棋区に、勝利するなど好調であり、 場所成績を8勝7敗として、自身初の幕内上位での勝ち越しを手にした。場所後の1月27日、4月13日に行われる大相撲川崎巡業の PR で、川崎市役所を訪れ、福田の彦市長らと対談し、巡業ならではの距離の近さ。力士もリラックスしてますからね。一緒に写真を撮ったり、声をかけてもらいたい。ぜひ来てくださいと呼びかけた。 同時に、向こうも成長してますけど、こちらも成長してますからねと3月場所から、横綱となる木勢の里から金星を獲得することに、意欲を見せるかのようなコメントを残した。3月場所は、場所前に右腕を負傷したが、4日目に、白鵬から金星を上げた。立ち合いで、白鵬に一歩押し込まれたのと引き換えに、得意の右を刺し、反撃の手がかりをつかんだ。 出るしかないと流行る気持ちを抑え、ぐっと腰を落とす。慌てて出ると叩かれる。一瞬だけど低くなって押せたとコメント。左の押っつけで横綱の差し手を封じながら足を踏み出すと土俵際へ一直線。最後は右手を深く差し直すようにして前のめりになり寄り倒した。一旦勝ち名乗りを受けたのに審判が土俵の上に集まった。 意外なタイミングで物言いがついたが一方的に攻め続けた相撲。勢いには横綱がちょっと飛んでたと自信があった。軍配通りの結果を告げるアナウンスが終わらないうち、金星を称える拍手と歓声が沸き起こる。地元大阪のファンにこの日一番の盛り上がりをもたらした立役者は横綱に勝てばどんな形でも嬉しいと波願した。だが、この相撲でさらに右腕を痛め、 初日から得意の右小手投げが全く使えない苦しい、相撲が続いた。結局白鵬からの金星以外は勝ち星を挙げられず、9日目に負け越しが確定。しかし1勝9敗の状態から終盤に調子を戻し、最終的には5勝10敗とした。7月場所は、腰の痛みにより震わず、5日目に、この場所に勝しただけで休場した。 不調の木瀬の里から金星を奪う以外は、良いところがなく、4勝11敗の大敗に終わった。木瀬の里から金星をあげた際には支度部屋で、そうか、金星か。忘れてた。初めて勝てたのが嬉しい。今まで思い切りがなかったので、何でも思い切りやってみようと思ったと語っている。8月6日の夏巡業本場場所の支度部屋では、 夏巡業は腰のケアを優先し、体調管理に注意しています。体調を整えて巡業の稽古に励みたいです。秋場所はぜひとも勝ち越してお世話になった方々にご馳走をしたいと思っていますと、思いを語った。西の7枚目で迎えた9月場所は11日目までに6勝5敗と、するもそこから4連敗で6勝9敗と負け越し。 およそ2年ぶりとなる幕内の2桁番付となった11月場所は、先、場所とは、対照的に10日目までに4勝6敗の成績から後連勝で勝ち越しを決めた。2018年1月場所は4勝11敗と、制裁を書き、翌、3月場所は2013年以降最も低い番付となる東の14枚目まで落とした。場所前に足を痛めた影響から、 初日、二日目と連勝したものの、取り組み後には顔をしかめ、花道では足を引きずる仕草が見られた。しかし、足の痛みをきっかけに、積極的に前に出る相撲を取ったことで、白星が先行、十一日目には勝ち越しを確定させた。十四日目まで優勝の可能性を残し、幕内の会から優勝戦線を盛り上げた。先週楽に勝てば、自身五度目となる。 関東賞を受賞することが決まったが、同じく今場所校長だった海星に敗れて受賞はならなかった。関東賞こそ逃したものの、体の状態が良くない中で8場所ぶりの2桁白星となる11勝を挙げたことで、本人は十分に頑張れたと思う。地元でたくさんの人に支えられたと場所に満足するコメントを残した。7月場所前には勢いが 年寄り名跡、カスガ山を取得したことが報じられた。日本相撲協会の事業報告書によれば、カスガ山を取得した県は、2017年3月24日の理事会で決議されている。2019年1月場所初日、輝きとの取り組みで、右目の上に7針の傷を負う。すぐに縫合したが取り組み後、午後1時から2時まで、出血が止まらなかった。ただ、 この場所は9勝6敗と勝ち越している。3月場所前は、左足のアキレス腱を痛め、さらに放火式炎にも見舞われた。初日こそ昇法山を一気の相撲で押し出したものの、場所中も放火式炎の影響で40度の高熱を出すなど本調子とはほど遠く、8連敗で9日目に負け越しを喫した。豊山を右差しからの寄りで退け、 連敗を12で止めて2勝目を挙げた14日目には、相撲を取っているだけでも不思議な状態と、この場所での体調の悪さのほどを語っている。結局事故、ワーストタの2勝13敗に終わり、6年半連続で、勤めた幕内から陥落することとなった。その後も体調が優れず、9月場所は幕下陥落が見える西十両12枚目まで、地位を下げた。ところが、 この場所は4日目から11連勝と校長で14日目に自身2度目の重量優勝を確定させた。優勝に際して出られて相撲が取れるだけでありがたいと放課式園からの回復を喜ぶコメントを残した。千秋楽は負けて場所を12勝3敗で終えた。東重量3枚目の11月場所は先場所の校長を維持し初日から6連勝。中盤で やや失速したが先週楽に、アクアを叩き込んで11勝4敗で終え、4人による優勝決定戦に出場した。だが、そのアクア戦で額を切って大量に出血した影響で1回戦で、東ずに一気に寄り切られ、2場所連続の重量優勝を逃した。その翌場所より、幕内に復帰し、そこから2場所連続で勝ち越したが、2020年、 7月場所から3場所連続で2桁の黒星を起死し、2021年1月場所では東十両13枚目まで番付を下げた。同場所では14日目までに6勝8敗となり、先週楽の相撲に関取残留をかけることになっていたが、左手親指の付け根付近の骨折が判明し、先週楽の相撲を休場した。勢いにとって入門以来初めての休場となり、 自身の連続出場記録が1090回でストップした。なお、千秋楽の相手は、この場所で14日目まで11勝3敗と10両での優勝戦線を走っていた剣賞、剣章で勢いの球場により不戦勝で相撲を取らずに10両優勝が決定するという陳事が起こった。翌、3月場所は、東幕下筆頭に番付を下げ、2011年11月場所の 新十両昇進以来守り続けてきた関取の地位を失った。場所前の2月上旬に左手親指の手術を受けたが、3月場所、5月場所も全休となり、7月場所前の6月21日に現役引退を表明した。引退後は年寄り、カス山を襲名した。引退会見では、左手親指の骨折で土俵復帰が叶わなくなったと説明し、 思い出の取り組みとして2017年3月場所4日目の白鵬戦の勤防士を挙げた。今後の抱負は心も体も丈夫な決して諦めない強い力士を育てたいと語った。親子揃って輪が強い、何でもじっくり考えて納得がいかなければ動かない。その代わり納得して決めればしぶとい投票する性格をしており、基本的に相撲以外はそれほど器用でないという。 前述の通り幼少期の経験もあって、人当たりは良い。谷町の高須勝次は、ゴルフもうまくて歌もうまい。遊び人力士だけどねと気に入っている一方で、性も頑張るけど、相手も頑張っちゃう。だから、検証金を出すと逆に負ける確率が高くなっちゃうんだよ。敵に兵糧を与えるくらいなら、検証を出さない方がマシってなるんだよね。 谷町のジレンマだねと苦悩している様子も見せている。いわゆるエレベーター力士の一人であり、幕内上位に昇進しては大負けを騎士会に戻るパターンが続いている。2015年は年6場所で番付が38枚以上下動したという記録を作り、これは2位に8枚差をつけ断突だった。中学卒業後の3年間は家業の手伝いをしながら、 ゴルフの練習に明け暮れていたため、元ニートという肩書きをつけられることもあった。引退の際に本人はいろいろと将来を考えていたので、ニートという一言で片付けられることは嫌がっていた一方、とことん考えて、各界入りを選んだからこそ、力士生活を全うできたとも話した。高須勝次から送られた西原リ恵子デザインの化粧回し身長1 9五センチメートル、 体重 167kg という白鵬とほぼ同じ体格をしており、右差しと上手からの左前三つという方が勢いにとって理想の差し手である。周の山はこの取り口に関して成功法の相撲であり、幕内注意では十分通用すると評価しながら白鵬を真似て左足を引いて引いた足から立つが勢いは足首が硬いから同じように低く鋭く立つことはできず、 前つが取れずに交代するしかなくなると指摘し、その上で、上身と手足の長さ、体のバネを活かして立ち合いから数発上突っ張りで体を起こしながら距離を詰めるべきだ。そうすれば四つ身の強さ、右からの下手投げが生きると解決策を提案している。また、右小手投げも強く、2016年5月場所5日目の閣流戦と、 同年7月場所10日目の照ノ富士戦で右小手投げで勝負を決めている。この強さの背景には本人の熱心な稽古態度がある。2017年3月前の座談会で鉱山はただ皆さんが言うようにやっぱり左手の使い方ですよ。どうしても右下手からの攻め、すくい投げもそうですけど、右一辺倒なんで本人も意識はしているんでしょうけど、そこが課題ですねと話している。 懐が深いため引き技もよく決まり、2017年5月場所13日目に勢いに叩き込みで破れた裏は、まあうまくいかなかったです。あれはもう無理ですね。大きかったです。いや、大きく感じました。叶わないな、とコメントしている。2017年のインタビューでは、とにかく僕は回しを取らないと話にならない、得意の右をさせなくても、最近は、 右上手でも取れるようになったんです。立ち合いの当たりも重くなったんですかね、押されることが少なくなりました。ずっと筋トレは続けているので、その効果なのかもしれませんと自身の相撲ぶりを分析している。それと同時に、あとはちょっとした技術や経験。うまさというか、言い方は悪いですけどずるさというのかな。何気ないことでも相手の嫌がるようなことをしたいですね。 まともに当たって押す、引く、投げるだけではなく、もっといろんな工夫をしないと。例えば押すときでも、相手の嫌がる位置に手を置きながら押すとかと自分の、相撲に関する今後の抱負を述べている。2018年1月場所7日目の取り組み後の、支度部屋では、もっと足に力を入れないとダメですと加齢による、足腰の筋力の低下や立ち合いの甘さを、自覚しているとも取れるコメントを残している。 時間いっぱいになると小走りで塩を取りに行く。これは重量に上がった時から取り入れているルーティンである。ありがとうございます。